クラシッククラブアラカルト。今日はシプリアン・カツァリスと広瀬悦子のピアノデュオ、そしてバイオリン、ディディア・バイチの演奏をお送りします。はじめは、2016年12月1日、葛飾シンフォニーヒルズ・モーツァルトホールで行われたシプリアン・カツァリスと広瀬悦子のピアノデュオリサイタルです。曲目はチャイコフスキー作曲、エドゥアルト・ランガー編曲、組曲クルミ割り人形から、ベートーベン作曲、リスト編曲、交響曲第5番から第1楽章、交響曲第7番から第2楽章です。シプリアン・カツァリスはフランス・マルセイユ出身のピアニスト。デビュー以来40年世界の第一線で活躍し、作曲や編曲も活発に行っています。1980年代に録音したベートーベン・リストのピアノによる交響曲全集は世界中で高く評価されました。広瀬悦子は愛知県名古屋市出身のピアニスト。ミュンヘン国際音楽コンクール入賞、マルタ・アルゲリッチ国際ピアノコンクール優勝、世界各国でリサイタルを開催し、数々の音楽祭にも出演するなど精力的な演奏活動を行っています。二人はパリで出会いました。広瀬の演奏に感銘を受けたカツァリスの呼びかけでレコーディングが実現。今回が初めてのデュオリサイタルとなりました。
ここまではシプリアン・カツァリスと広瀬悦子のピアノデュオリサイタルをお送りしました。